はい、こんにちは、MB です。今日はちょっとビジネスっぽい話をしようと思うんですけれども、まあオンライン接客の話から始まって、まあインフルエンサービジネスみたいなところまで行き着くと思います。で、実際にインフルエンサーになるためにどのように人を増やしていけばいいのか、フォロワーを増やしていけばいいのかみたいな話までする予定ですので、ぜひ最後までご覧になってください。まずちょっとニュースの話からいきましょう。新宿伊勢丹の話なんですけれども、こんなニュースが入ってきました。伊勢丹新宿店が全商品をアプリで販売へ、オンライン接客サービスを導入って話なんですけど、これ何かっていうと、非常に簡単に言うと、伊勢丹新宿店、新宿伊勢丹ですね、新宿伊勢丹が全商品300ブランド、全1万5000型もあるらしいんですけど、全1万5000型のアイテムを全てオンライン接客して販売決済までできるシステムを今後数年以内に構築すると、まあ今テスト的にやれてるらしいんですけれども、50人ぐらいの販売スタッフを使ってやってるらしいんですけど、今後それが全商品展開されるようになると。まあこれって誰でも分かることで、まあ、むしろ百貨店の動きがちょっと遅いぐらいだと思うんですけど、誰でも分かることで、こうコロナでちょっとまあ外に出にくくなってる、もしくは外に出るのに少しハードル、心のハードルが高くなってしまってるっていう状態があるので、まあ、家にいながら物が買えるようにシステムを作るって、まあ、当然その売り手側としてはやらなきゃいけないことなわけなんですけれども、単純に物を乗せて通販するって結構難しい、実は難しいんですね。物を乗せて売っていくってなると、まあ、すでにその派遣を取っている ZOZO だったりとか Amazon だったりとか楽天だったりとかに勝つことがなかなかできないし、そのショッピングモールに入ってしまえばその分ちょっとフィーが取られちゃう。例えば ZOZO に出店すれば 30%、35% っていう売り上げを取られてしまうので、まあなんか洋服業界って結構薄利多売なんで、なかなかそれが難しいんですよ。 ZOZO で売ってるブランドっていうのは結構利益なかったりするんですね。宣伝目的でやってるところも結構あると思うというかあります。なので、なかなかそのショッピングモールだったりとか、まあ、デジタルショッピングモールだったりとか、そういうプラットフォーマーに依存しちゃうとですね、利益も取られちゃうし、そして個人情報も取れないから顧客の情報がもらえないっていうところで、すごく難しいところになってくると思うんですよ。で、まあ、そうするとどうなるかっていうと、当然新宿伊勢丹とかのでかい規模のところはオンライン接客っていうのを自社でやろうとするわけですね。まあこれ当たり前の話で、今後オンライン接客って当たり前だけど拡充していくわけだから、それに向けてちょっと準備をしましょうって話なんだけど、これ百貨店が成功していってですね、拡大していったらどうなるかっていうと、当たり前だけど外注が増えるはずです。外注が増えるとどうなるかっていうと、当たり前だけどインフルエンサーの需要がめちゃめちゃ高くなるはずなんですね。で、まあもうちょっと話をするとですね、アパレルの販売員って基本的に個人売上高っていうのが結構重要だったりするんですけど、まあもちろん個人売りつけてないところもいっぱいあるんだけれども、基本的に販売員がやるべきことっていうのは、まあどのショップもどのブランドも同じだと思うんだけど、お客様に一体どれだけの金額売ることができるのかっていうのが販売員の力量の一つなわけですね。まあこれはいい面も悪い面ももちろんあるんで、賛否両論あるとは思うんですけど、ひたすら会社のシビアな話をすると、販売員はどれだけ売ることができるかっていうのが価値の一つになってるわけですね。しかもそれが大きな価値の大きな割合を占めてるわけです。で、ショップのスタッフってお店に立っていて、人が入ってきて、いらっしゃいませ、こんにちは、こんなのいかがですか、あ、ダメですか、わかりました、またお願いします、こんにちはっていうことをずっと繰り返すわけですけど、その中でまあ1日経ってみて、どれだけ今日売れた、どれだけ売れなかったみたいなのがそれぞれ数字で出るわけだけど、これって結構アバウトな指標なのね。例えばお店に何人入ってきて、その人が何人接客ついたかって結構カウント実はしにくいんですよ。もちろんカウントできる。例えばその盗難防止の監視カメラで人数をカウントして、ついた人をカウントしてみたいなことってもちろん技術的にはできるけど、それを導入してるところって極めて少ないですし、カウント心の中でカウントしたりとか、紙で正の字つけてカウントしたりする店も結構あるけど、なかなかそれだとね、正しくなかったりするじゃないですか。何人ついてどのぐらい売れて、どのぐらいの金額売れてるのか、つまりその成約率がどのぐらいなのかね、何人ついて何パーセント買わせることができたのかっていう、まあ、買わせるって表現すっごい悪いけど、何人ついて何パーセント買わせることができたのかっていう制約率と、そして客単価だよね、1人当たりいくら買わせることができたのか、5000円なのか1万円なのか2万円なのかっていう客単価ですよね。制約率と客単価、まあ、そういった数値がもちろんあるわけなんだけども、その辺が割とアバウトだったりするんですね。まあもちろんみんな測ってるんだけど、ちゃんとは測れてないのが実情だと思うんですね。それがオンライン接客だとめっちゃシビアになるわけですよ。この人ってどれぐらいの CVR があるのっていうことが分かるわけね。制約率がどれぐらいあるか、10人ついたらこの人って確実に5人は買うよねっていう人だったりとか、10人ついたら確実に9人買うよねとか、10人ついても1人しか買わないよねみたいなのが明確に出るようになるわけですよ。で、なおかつ客単価も出るわけだよね。あ、このシャツを求めてきてオンライン接客を申し込んできてくれた人に、じゃあオンライン接客します、シャツの提案をします、いや実はですね、このシャツに合うニットがあるんで、ごめんなさい、本当にあと2分でいいんで僕に時間くれませんかみたいなことを言って、ニットを紹介してプラスオンで販売して、
普通の人は5000円しか売れなかったところがその人だけ2万円になったりとかね、客単価の勝負になったりとか、まあ、そういうことがめちゃめちゃ数字としてシビアに出るのがデジタルの世界じゃないですか。今までショップスタッフって、まあ、ある程度デジタル化はもちろんしていたけど、まだまだアナログな領域だったところが、オンライン接客っていうのが導入するにつれて極めてシビアな1と0のデジタルな世界が導入されるわけですね。そうすると販売力って、僕らよく言うんだけど、販売員の世界だと、こいつは販売力あるよね、俺販売力ないから裏方だわみたいなことを言ったりするんですけど、そのアバウトな指標である販売力っていうファジーなところがですね、極めて明確になるわけですよ。フリーザと悟空みたいな話になってくるわけよ。販売力俺53万みたいな話になってくるわけですね、極端な話。だから販売力、販売員の力量っていうのが明確になる、ヒットポイントみたいに、体力みたいに明確になってくるのがこれからの時代だと思います。そしてそれが明確になるとどうなるかっていうと、当たり前だけど売れるやつっていうのは外部に出るわけですよ。だってこのぐらいの数字を持ってますって、その指標が言えるわけじゃないですか。今までだったら、例えばステディオスでめちゃくちゃ売ってる販売員なんです、僕のこと雇ってくれませんかってアローズに言っても、君がどれだけ売ってるのか分かんないからって話になっちゃうかもしれないけど、これからはオンライン接客やってると、まあ、数字ってものが明確に出るわけだから、それスクショするなりなんなりしてもいいと思うんだけど、例えば僕は購買率このぐらいのパーセンテージで、客単価このぐらいです、だから僕のこと必要ですよねっていうことができるようになるわけ。そうするとどうなるかっていうと、販売員っていうのが分業化されるんじゃないかと僕は思ってます。分業化っていうか専業化みたいな話ですね。まあ、これをまあ先駆けてやってるのがインフルエンス、今のインフルエンサーだと思うんですけど、今のインフルエンサーって結局専業化分業化の駆け出しだと思うんですよね。例えば普通に考えると、ショップって洋服屋さんのショップとか、まあ、美容品でもいいんだけど、ショップって、まあ、自分とこでお店で物を仕入れて、そして自分とこの社員に物を売らせるっていう構造じゃないですか。でも死ぬほど売れる人が外部にいて、その人に販売だけ委託してるっていう状態が一般的なインフルエンサーだと思うんですよね。インフルエンサーの企業案件だったりとか、まあ、インスタグラマーが、まあ、なんかハッシュタグつけてこれすごいいいですよみたいに宣伝してるのっていうのは、その販売力を活かしたそのビジネス活動なわけだと思うんですよ。つまりこれって販売員が外注されてる、外注化されてる、専業化されてる、分業化されてるわけだよね。フリーの販売員みたいなものが今もうすでに成立してるんですね。それがオンライン接客で数値が明確になると、あ、俺めちゃめちゃ売れる人材なんだから、わざわざスタディオスの傘下にいなくても外に出て、たまにアローズの仕事を受けて、たまにスタディオスの仕事を受けてっていう風にやった方が、当然単価も上がるし、収入も上がるし、リスクヘッジにもなる。例えばビームスの販売員としてずっとオンライン接客やってるんだけど、もし、まあ、ないとは思うけど、もしビームスが業績悪化して潰れてしまったら、自分は行く場所なくなっちゃう。でも専業化して分業化して外に出て、個人事業主として様々なブランドからお仕事をもらえるんだったら、リスクヘッジになるじゃないですか。どこが別に潰れても、アローズが潰れても、じゃあ俺今度ビームス行くわ、ビームスが潰れても、じゃあ今度アローズ行くわっていうことができるわけだから、分業化するとリスクヘッジになるわけですね。これがおそらく一般化していくんじゃないのかなというふうに僕は先々見ています。ちょっと説明をまとめるとですね、オンライン接客が進んでいくと、ある程度そのヒットポイントみたいな販売員の力量っていうのが数値化されていく。で、数値化されていくと、自分が他の人より頭一つ抜けてるってことが分かるんで、外に出て他のメーカーから営業をもらうことが、仕事をもらうことができると。で、まあ、それって結局インフルエンサーになるわけなんだけども、この流れが多分強くなってくると思います。で、実際百貨店っていうのは今インフルエンサーにかなり注目してると僕は思います。まあ当たり前だよね、あの百貨店っていうすごいオールドスタイルなビジネスモデルをですね、今でもずっと続けてるわけなんだけど、百貨店って残念ながら EC で成功してるとこってそんなに多くないじゃないですか。高島屋さんがさ、あれなんだっけ、セレクトスクエアだっけ、どっかを買収して通販頑張ろうとしてるけど、まあ、なかなかうまくいかなかったりだとか、まあ、新宿資産もあんまり通販のイメージってないじゃないですか。まあでも集客ってすごい困ってるわけでしょ、彼らって。今コロナ禍もあるし、で通販ってものがどんどん出てきて、百貨店の売り上げ抜くみたいな状態になってきて、人がどんどん来なく、新しい人がどんどん来なくなっていく。まあ彼らは外商っていう手段があって、超上顧客に御用聞きみたいな感じで回っていってですね、富裕層だったりとか VIP 層にですね、こういうなんかレザーが入りましたとか、こういう革靴が入りましたとかっていう外商っていう営業活動の方法が昔からあるわけだけど、外商なんてもう高齢化が進んでどうにもなんなくなってると思うので、あの新規の人を獲得する、いかにして新規顧客を獲得して、いかにして新しい市場を開拓するかっていうのが、極めてオールドスタイルな百貨店っていう事業の中ではすごく求められてるわけなんだけれども、それがなかなかうまくいかないと。で、どうしてるかっていうと、意外と最近インフルエンサーと百貨店がくっつくことって多いんですよね。例えば僕とコラボ配信した宮永エイトさん、美容で有名な宮永エイトさん、 YouTuber でもありますけど、彼は新宿エスタンでポップアップしてます。僕もですね、実はまだ言えないんだけど、某百貨店で2021年の3月にポップアップの話が来ています。で、それ受けてます。
ます一応僕、これからどうなるか分かんないけど、何があるか分かんないから発表はまだできないけど、一応企画としては今動いてますまさに。でこの間あのメルカリの僕イベントで、一緒に共演したんだけど、小山田沙織さんっていうスタイリストの方がいるんです。この方もインフルエンサーで書籍も出してる方なんですけど、この方もですね伊勢丹でスタイリングイベントやってるんですね。実際こんな感じで百貨店って結構こういう集客をしてくれる、そもそももうお客さんを持ってるようなインフルエンサーを一緒にくっついてですねイベントをやって新しいお客さんを作ろうとしてる動きはあるんですよ。でこれがねおそらく今後高まっていくんじゃないかなというふうに思います。特にそのオンライン接客って、さっき冒頭言った伊勢丹のニュースがあったけども、オンライン接客っていうものの規模が増えてきて成功を少しずつ見てる間にですね、どん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 インフルエンサーの重要度っていうのが彼らが認識していって、インフルエンサーに仕事を投げていくっていうのが出てくるはずなので、僕はここで何を言いたいかっていうとですね、皆さん早めにねインフルエンサーになった方がいいです。特に販売員の方々、あの影響力は今のうちにつけておいた方がいいです。まずね販売員が分業化、そうやって外に出て独立していろんな会社のいろんなショップの仕事を受けるって、これって結構当たり前のことだと思うんですよ。例えば家って昔は大工さんとかの少人数で建ててたじゃないですか。江戸時代とかはね少人数で家って作られてたけど、今って違うじゃないですか。家建てようと思ったら大工さんだけじゃなくて電気屋さん入るでしょ、ガス屋さん入るでしょ、壁塗る人もいるでしょ、インテリアのコーディネートする人もいるでしょ、デザインだけする人もいるでしょ。大工さんだけで賄えなくなってきてるわけじゃないですか。あの物事って全部そうなんですけど、基本的にはビジネスってそうなんですけど、市場って成熟すると分業化とか専業化が普通起こるもんなんですよ。30代40代の人とかはなんとなく理解できると思うけど、ウェブサイトとかもそうじゃないですか。ウェブサイトって昔ウェブサイト作る人一人で全部やってたんですよ。デザインも自分でやって、コーディングも自分でやって、マーケティングも自分でやって、写真の撮影も自分でやってみたいなこと全部やってたじゃないですか。僕もそうだったんですけど、コーディングもやってたし、デザインもやってたし、管理することもやってたし、全部やってたんだけど、今って違うじゃないですか。ウェブサイトってデザインだけする人と、コーディングっていうそのプログラムを打つ人と、あとはその運営をしていく運営管理の人と、マーケティングとかコンサルをする人とって全部分かれてるんですよ。だからあの市場ってどんどん成熟すれば成熟していくほど、その分野に特化した人ってのが当然出てくるわけだから、あデザインって俺らが全部やるよりもこの人に投げた方がいいなとか、コーディングって俺らがやるよりもこの人に投げた方がいいなって、市場は成熟していけばいくほど、家もウェブサイトもそうだけど分業化ってのが普通なんですね。だから販売員もそうなんですよ。今まではショップがお店が物を仕入れて、そしてショップの販売員社員に物を売らせてたわけだけど、こっちの人の方が明らかに売れるし、こっち外注で出した方が無駄がなくていいって思ったら、販売員って当たり前だけど外注するわけでしょ。市場が成熟すれば成熟するほど、当たり前だけど分業化って進んでいくわけなのね。だから販売員って先のこと考えると、インフルエンサーとして独立する道筋を今のうちから作っておくことが正しいと僕は思ってます。で実際僕もそうだし、もともと販売員でショップスタッフやってたけど、今はまあいわゆるインフルエンサー、ちょっと僕他のインフルエンサーさんとなんか動き方若干違うから、お前なんかと一緒にされたくないと思ってるインフルエンサーさんいるかもしれないけど、まあでもインフルエンサー的なことはやってるわけだから、なので販売員としてはやってることは変わんないわけですね。自分が好きなものを紹介する、でサラリーマンの時は自分の店の中で自分の好きなものを紹介するってことやってたわけだから、ほぼ同じことやってるわけですね。なので販売員さん、自分はもう今後販売の仕事で食っていきたい、販売の仕事が大好きだって思ってる人は、特に今のうちに影響力を高めておいて、オンライン接客が高まって販売員を外注する時代になる前にちゃんと影響力高めていた方がいいと思います。で実際インフルエンサーって10年前と比べると圧倒的に一般化されてるでしょ。例えば1万人とか2万人のフォロワーの人が普通にインフルエンサーとして活躍して月10万稼いでるみたいな話って全然あるじゃないですか。僕の周りの例えば地下アイドルの子とかもフォロワー1万人満たないぐらいしかいないのに、なんか商品たまに紹介してたりするんですよ SNS とかで。これ何って聞くと、これ企業案件で、これ1回紹介するとこのぐらいもらえるんですよって。じゃあ月にこのぐらいやってるってことは月額でどのぐらい稼いでんのって話聞いたりすると、意外とねあのお金回りが良かったりするんですよ。でよくよく考えたらこれって当たり前の話で、今情報過多じゃないですか。いろんな情報がウェブの中で出てきて、もう物もいろんなものがあるわけじゃないですか。今までだったら埋もれてたような商品だったりとかサービスが、ウェブサイトがこんなに潤沢になっていて情報伝達がすごくこうスピーディーになったからこそ、埋もれてたものも全部見れるわけじゃないですか。そうするとどうなるかっていうと、選ぶのがめちゃめちゃ大変になってくるわけでしょ。でビジネスって
ってそもそも手間を代行するのってめっちゃビジネスの基本じゃないですか。だから選ぶのが手間かかる。例えば ZOZO でニットって検索かけてもニットって死ぬほど出てくるわけでしょ。この中から何選ぶっていう考えってすごく難しいじゃないですか。その手間を代行する仕事って当たり前だけど出てきていいはずなんですよ。だって20年前とか30年前とかだったら近くにあるお店の中でニットを扱ってるところから選ぶしかなかったわけでしょ。だから結局選べるのって10点ぐらいしかなかったわけよ。でも ZOZO タウンが出てきてインターネットが出てきてそういう時代になったからこそニットを探そうと思ったら100万枚とかそういうものの中から選ばなきゃいけなくなるわけね。これって明らかに手間なんだから、その手間を代行する仕事が出てくるのって当たり前じゃないですか。だってお掃除だってさ、お掃除代行とかあるでしょ。でタクシーとかバスとかってどうなってるかっていうと、自分で運転する手間をこっちがやってあげるよっていうサービスじゃないですか。ものづくりだってそうでしょ。例えばそのなんだろうな、こういうライトとかあるけど、こういうランプとか自分で一から作っているので大変でしょ。その手間をこっちがやりますよって話じゃないですか。だからビジネスの基本っていうのは手間を代行するっていうのが一つなんですよ。なのでこれだけ情報型でサービス型で商品型になってる、供給型になってる時代だからこそ、選ぶっていうことをこっちがやりますよ、僕はセレクトのプロですよっていうところでやってあげるのって絶対需要が高まっていくはずなんですね。それはネットの回線の速度が高まってネットの質が高くなればなるほど当然それは加速していくわけです。なのでインフルエンサーとして販売員は自信があるのならばぜひ外に出てですね、今のうちにインフルエンサーとしての影響力を高めていた方が今後の時代に即した生き方ができるんじゃないのかなと僕は思っています。じゃあどのように影響力を高めていくか、どうやってインフルエンサーになるかっていうとですね、これは結構何度も言ってることだし、この MB チャンネルでも話したことあると思うんですけど、影響力っていうのは別に数字で決まるものじゃないんですよ。何万人も集める必要って全然ないんです。さっき地下アイドルの子が1万人満たない数字で10万ぐらい稼いでるみたいな話したけど、まあ、それと似たような話でですね、何万人も集める必要なんか実は全然ないんです。ちょっと考えてみてほしいんだけど、例えば100人のフォロワーがいて90人ぐらいおすすめしたら物を買う状態ができるとするじゃないですか。なかなか難しい、なかなかっていうかかなり難しいけど、100人のフォロワーがいてそのうちの90人が購買率が高いお客さんだとする。で10万人いて、10万人フォロワーがいてその人購買率すごい低い、エンゲージメントの低いお客さんしか持ってなくて、10万人いて90人しか買わないインフルエンサー、これって同価値じゃないですか。売り上げからしたら、旗から見たら10万人集めてる方がすごそうに見える、100人しか集めてない人よりも10万人集めてる人の方がすごそうに見えるけど、蓋開けてみた時に10万人の人は何か物をプロモーションすると90人にしか売れないと、で100人の人も90人に売れるってなったらこれ同価値なんですよ。だから見せかけの数字で惑わされる必要って全然ないんですね。YouTube もそうですよ。この YouTube もそうで、まあ、YouTuber っていうサイトがあるんですけど、YouTuber っていうサイトをぜひ興味あったら調べてみていただきたいんですけど、YouTuber っていうツールがあって、その YouTuber っていうツールだと、月間再生数とかのリアルな数字が出てくるんですね。基本的に月間の再生数ってあんまりその YouTube 上では出てこないんですけれど、例えば、80万人、まあ誰って言っちゃうとかわいそうだから言わないけど、80万人ぐらいチャンネル登録者数を持ってる結構有名な人、今ここで言ったら名前、あーって分かる人もいっぱいいると思うけど、僕結構ウォッチしてるんですけど、80万人チャンネル登録者数がいる人、その人の月間再生数調べてみたんですけど、平均の月間再生数200万人ぐらいしかいなかったりするのよ。直近のこの11月、この動画撮ってるの11月だけど、2020年の11月でも200万回しか再生されてないのね。月間でそのチャンネルが持ってる全ての動画の再生数の合算が月間再生数っていう数字なんだけど、月間再生数が200万回再生されてるの。80万チャンネル登録あるのに200万再生なので、試しに僕の数字を言うと、僕今27万人チャンネル登録がいる。だからさっきの80万チャンネル登録の人からすると27万人だから半分以下ですよ。雑魚ですよ。27万人しかチャンネル登録いないけど、僕の月間再生数って2020年の11月って500万再生ぐらいあるのね。500万以上あるんですけど、今の今日の段階で520万ぐらいなんですけど、520万回ぐらい再生があるんですよ。だから倍以上あるのね。80万チャンネル登録者数で月間再生数が200万、20万人チャンネル登録者数で月間再生数が500万以上あるんですよ。だから倍以上が再生数があるんです。でもチャンネル登録者で見ると半分以下なんですよ。
これをどう捉えるかって話なんだけど、見せかけの数字としてはチャンネル登録者って多い方が当然いいわけだよね。なんかすごそうに感じんじゃん。27万人の YouTuber よりも80万人の YouTuber の方がすごそうに感じるでしょ。でも実際に大事なのって、例えばセールスをするときとかプロモーションをするときとか影響力っていう話になると、見られてる数が当然多い方が影響力って高いわけじゃないですか。当たり前だけど、見られなかったら何の意味もないわけでしょ。って考えると、チャンネル登録で比べるんじゃなくて再生回数で比べなきゃいけないわけで、再生回数で比べたときに200万と500万どっちが優れてますかって言われると、これはもう話数字だから明確なわけですよ。これでいいんですよ。実は もちろん別に80万人いて200万再生が悪いって言ってるわけじゃないんだよ。全然いいんだけど、それはその人その人の生き方だし、その人その人のビジネスの考え方があるから、別に再生回数が高く ないけど俺は大丈夫って思う人もいるだろうし、それはまあ絶対的な指標ではもちろんないんだけど、ただ勘違いしないでほしいのは、影響力を持つっていう時にフォロワーの数ばっかり見るのって、まあ、明らかに間違ってるんですよ。だから影響力を高めましょう、販売員は今のうちに影響力を高めましょう、自分で顧客を管理しておいて自分で顧客を持っておく、 SNS であのアカウントとして持っておくっていうのってめちゃめちゃ大事なことで、そうすると例えばアローズからステディオスに転職しても、ステディオスからビームスに転職してもいくらでもお客さんはついてくるわけだし、もしくは一人で独立しても他の会社から仕事をもらうときもその顧客っていうのが生きるわけだから、そのちゃんと自分の影響力をつけときましょうっていう話が全般の今日の動画の前編の前半の話なんだけど、そこからフォロワー数を増やそうってなっちゃダメなわけです。じゃなくて影響力を高めるっていうのはフォロワーじゃないんですよ。その購買率を高めるとかエンゲージメントを高めるってことなのね。だから100人いる中で1人しか買わないみたいなフォロワーの作り方じゃなくて、100人いるうちのせめて50人が買うみたいな、半分ぐらいは買うぐらいのフォロワーの作り方も、それってすごく難しいことなんだけど、エンゲージメントを高める、だから無駄なフォロワーを増やすっていうことはやんなくて全然いいんですよ。それそうじゃなくて、自分にひたすら興味のある人、自分のファンを作るっていうことを考えなきゃいけない。数字を増やすって、人間を無視して数だけ見て数字を増やすって考えるんじゃなくて、僕のことが好きな人とか僕のことを信じてくれる人っていうのを増やす、いかに増やすかっていうのが非常に大事なことなんですね。で、その増やし方ってどうするかっていうと、超簡単な話言いますと、DM です。DM を送り合うっていうのが一番エンゲージメントを高める最適な手法だと僕は思いますし、僕の身の回りにいるインスタのコンサルがいるんですけど、すごい人がいるんですけど、そういうの全く同じこと言ってますから。DM です。だから、インスタだったらインスタの投稿に DM ください。詳しく知りたい人は DM ください。何でも答えますとか、質問 DM で受け付けてるんで気軽に DM してくださいとかで、とにかく DM をよこさせることが大事なの。そうすると、1万人とか2万人とかのフォロワーなんて全然いなくてもいいの。100人でも全然いいんだけど、それが動くようになるんですよ。なんでかっていうと、これファミレスとかでも有名な話だけど、まあ本当にこの話何度もしてるんだけど、一時からファミレスとかってお客さんの前で調理するようになったんですよ。例えばステーキ頼むじゃないですか。ロイホとか行ってステーキ頼むじゃないですか。ステーキくださいってステーキ頼むと、出来上がったステーキを持ってくるんじゃなくて、ソースかかってないステーキ持ってくるようになったじゃないですか。ソースかかってないステーキを持ってきて、すいません、ここからソースをかけて仕上げに入ります、ジャーってやるじゃないですか。あれどういうことかっていうと、ライブ的な見え方でジャーってソースがかかって美味しく見えるっていうのももちろんあるんだけど、それ以上にですね、一回話をするんですよ。ソースかけますね、はいっていうこの会話が一回あると、実はリピート率が高まるっていうデータがあるんですね。飲食店ってお客さんとスタッフさんが話をすればするほどリピート率上がるんですよっていう結果が出てるんですね。なので、それを意識して、最後の一手間だけお客さんの目の前でやるっていうサービスが一般化したんですね。今では普通にやられてることだけど、それと同じことで、インスタって超一方、まあツイッターでもいいんだけど、インスタでもツイッターでも SNS で何でもいいんだけど、結構一方通行の人多いじゃないですか。で、一方通行じゃなくて、やり取りするんですよ。しかもみんなが見えてるところでやり取りするんじゃなくて、DM っていう極めてプライベートなところでやり取りすると、あ、この人は僕のこと真剣に考えてくれてる。人間として見てくれてる。ね、相手してくれてるっていう嬉しさになるじゃないですか。販売員さんから例えばなんかハガキ来て手書きになってると嬉しいじゃないですか。それが印刷した文字で、何々で何日からセールが開催されてます、よろしかったらお越しくださいっていう手紙が来ても何とも思わないし、普通にポンって捨てちゃうけど、その手紙に一筆書いてあって、何々さん、この間はありがとうございました、あれすごく似合ってて、僕もこの間見てて買っちゃいました、また来てくださいねって書いてあったら、あ、なんか
資格言ったらちょっと顔出そうかなって少し思うじゃないですか。その違いなんですよ。で DM ってまさにそれなんです。 SNS ってすごく冷たい感じが実はすると思うんだけど、一方通行で冷たい感じ、特にインスタってそうだけど冷たい感じがするんだけど、インスタは DM させることがめっちゃ大事。 DM して直でやり取りして、そこで信頼関係を構築しておくと、それむやむやたらにフォロワーさんを増やすんじゃなくて、 DM をしてエンゲージメントの高いお客さんをなるべく多く、なるべく多くっていうか100人でも10人でもいいから揃えておくっていうことが非常に大事だと思います。まあ、販売員さんは今からでもこういうことを意識してですね、自分のアカウントを育てるっていうことをやるのが大事じゃないかなと個人的には思うので、ぜひ参考にしてみてください。まあ、今後多分ね、コロナのそのこの状況っていうのはまだまだ続くはずですし、そんなに簡単に多分切り替わらないんだろうなというのもなんとなく実感としてはありますって考えるとですね、オンラインで今後接客をするだったりとか、通販の需要、ライブコマースの需要っていうのはどんどん増えてくるはずだから、それに対して販売員さんっていうのはどういうふうに対応して、どういうふうに生きていくかっていうことは、この機会にちゃんと考えた方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。だって実際に販売員さんって販売する仕事だけど、お店にいて販売しても人が来ないわけじゃないですか。それって仕事できないってことだから、じゃあどうやったら自分の仕事ができるのか、どうやったら自分の価値が認められるようになるのかって考えると、やっぱりオンラインでの提案っていうのが非常に大事になってくると思うので、今から自分の価値、アカウントだったりとか影響力っていうものを高めるように、まあ僕は端的な方法として DM で対応してファンを増やすっていうことをやっていくのがいいのかなというふうに思います。セレクターっていう職業っていうのはですね、今後どんどん需要が高まってくるはずです。これだけ情報型になって、商品型になっている中でですね、回線速度も上がっていく中で、選ぶことを代行するっていうビジネスっていうのは極めて重要になってくると思いますし、今以上にですね、インフルエンサーっていうのは市民権を持って一般的な職業として認識されていくようになると思いますから、その辺を意識して販売員の方っていうのは今与えられている仕事をサラリーマン的にやっていくだけじゃなくて、5年後10年後のことを考えてですね、今から自分のアカウントを育てておいて、そして隙あらば外に出てですね、いろんな仕事を受けながら一人で生きていく、リスクヘッジしながら一人で生きていくっていうのが新しい生き方としては正しいんじゃないのかなというふうに思っております。はい、今日はですね、新築資産のオンライン接客のニュースから、そんな風にインフルエンサーマーケティングの話まで、進めていきました。よかったら、参考にしてみてください。エミチャンネル、普段はですね、ファッションロジック、豆知識、商品紹介などなどを行っておりますが、美容の話やビジネスの話、 AGA の話など、男性を総合的にサポートするチャンネルとなっております。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。またお会いしましょう。エミでした。バイバイ。